治療等は、大江健三郎の長編小説である。月刊誌、ヘルメス1989年7月号から1990年3月号に、再開、あるいはラストピースと題して連載され、その後1990年に、岩波書店から出版された。2008年に講段者文庫に収録された。21世紀半ば、核兵器を使用した極地戦争。 原子力発電所の事故、資源の枯渇、エイズや新しい癌の蔓延などにより地球は荒廃しきっていた。人類の文明を保存するために世界各国、地域から選抜された100万人の選ばれた者が宇宙船団を組んで古い地球を捨て太陽系外に発見された新しい地球を目指して大出発していった。日本の選ばれたものを率いるのは スターシップ校舎、日本代表の木田隆である。その息子、木田作もスターシップのパイロットを務めている。スターシップの設計に携わった技術者で、ガンを患っていたためにスターシップには乗船しなかった、隆の兄、重は、古い地球に残された、落ちこぼれの生存のための、KS システムの原理を考案する。KS システムとは、高度に発達したテクノロジーを捨てて、 小規模で簡易な中古機器の活用。個人の企業仕事と二人で、東京の寂びれた工業地帯に住み、企業仕事で中古機器のリサイクリングをする工場で働いている。新しい地球から帰還した、律子の重慶。ついたちは律子より15歳年長であったが、輝くばかりに若々しく、律子と同年輩と言えるほどになっていた。律子とついたちは恋に落ち、 リツコはついたちとの子を宿す。期間後の社会の支配層に収まり、効率的、合理的な産業社会を再建しようとする、スターシップ公社の選ばれた者と、日本の各地のコンミューンを作って、自給自足的に暮らす、落ちこぼれの間には、祖母が生じる。スターシップ公社の路線に回帰的なついたちは、リツコと共に、北軽井沢のコンミューンに縮みを隠す。 コンビューンの集会で1日は新しい地球での出来事を公表する。新しい地球では人間と同等かそれ以上の高度な知的、生命体によって建造されたとしか考えられない治療塔と呼ばれる建造物が発見された。その建造物に入ると人間は治癒され若返ることが判明した。選ばれた者の,の多くは治療塔で新しい肉体を得た。心情から 治療等による肉体改造を拒否した一軍もおり、彼らは反乱軍となった。新しい地球の自然環境のあまりの過酷さと治療等による地位を経た体ならば、捨ててきた古い地球の汚染された環境にも耐えられるだろうとの判断から先端の古い地球への帰還が決定される。反乱軍はそれを拒否して新しい地球に留まることになった。 高氏は暫定的に神とでも呼ぶ他ない者がいて、その意志が治療等を用意して知的生物の最後の作品としての人類を生き延びさせようとしているならば、それを最大限に活用していくべきだと考える。そして治療等により再生した肉体を持つ選ばれたものと落ちこぼれとは集団として分離されているべきだという。一方、一日は 治療等抜きで生き延びている。落ちこぼれがいる以上、治療等を絶対主できないし、選ばれたものを分離した上で、社会的に優位に置くという考えにも賛同できない。父と対立するついたちは、コンミューンの全国ネットワークの組織に潜伏する。身を物リツコは、祖母の元に残ることになる。リツコは高かしから、治療等で、人間が蘇生される過程を撮影したビデオを見せられる。 そこに映る、長い宇宙航行とその後の過酷な自然環境の開拓で疲労困憊した人物を見て、見知らぬ惑星に放り出さた捨て子のようだと感じ、落ちこぼれだとと卑下していた自分たちよりも哀れであると感じる。そして彼が治癒されて申請する姿に感情を動かされて涙を流す。新しい地球に準備された宇宙の言葉でイエーツの祝が響く。 H.E.Close Younger Every Second. 彼は、刻一刻若返ってゆく。H.E.Dreams Himself His Mother's Pride.All Narred Girls to Into Lance.Of Sweeter Ignorance. 彼は夢見る。母親の誇りの自分を、すべての知識は消え失せる。鉱骨の中に、より完美な無知の。物語は、自作、治療等惑星に続く。大江は、本作と、 治療等は星はイエーツを主題のイメージ化の支えにしたと回想する。安倍工房は大江に対し、あれは SF ではないんじゃないのという反応を示したという。また、大江本人は後に女性を語り手としたことについて触れ、ダンテにとってのベアトリーチェがそうだったように、イノセントな、明るく自立していて屈服しない、そういう女性像が文学の世界でずっと書かれ続けてきたことにね、 未来を予見させるものがないはずがないと語っている。ありがとうございます。